今日はネプチューンさんのジョブチューンという番組で、ローソンのスイーツを一流パティシエたちに食べてもらって美味しいかどうかを判断するっていう番組があって、美味しそうだなと思ったのでやります。ローソンの社員さんがおすすめしたいスイーツトップ10を選んで10位から食べていくシステムなんですけど、まず10位が生バーム。これが近くのローソンで手に入らなかったので、とりあえず合格。9位は何？早く食べたい。お昼ご飯食べてないのよ。今ならね、何食べても美味しく感じるよ。フローズンパーティーストロベリー。フローズンパーティーストロベリー。あのアイスや。アイスか。お、いいね、暑い季節に。315円。アイスね。第9位。フローズンパーティーストロベリー。美味しそう。レンジで温めて食べるんだって。嘘やん。はい、温めた。見た目はあんま変わってないね。フローズンなのかな。わあ、すごい。これきれい。全然溶けてる感じない。でもちょっと香り嗅いでみたい。香り決してと同じやり方。あ、一緒の匂いやった。さっき食べてみよう。要はあれ、要はフォンの上は柔らかくなってる。柔らかくなってる。わ、すげえすげえ、ふわふわなってる。美味しそう、美味しそう。9位よ、これでも。これ1位。あ、違う。なんだこれ。下の方まで食べて。上はイチゴとクリームやった。下にがかき氷でしょ。口に入れた瞬間美味しかったけど、みんな知らんかもしれんけど、意外と僕ってあの食育がなされてきた子なのよ。だからだいたいね、あの判断つくの、美味しいか美味しくないかっていうのはね、味を分かるねーって言われてきたから、幼い頃から。だからジョブチューンの結果とほぼ一緒になると思う。多分アソドックのジャッジは不合格です。一回食べてみよう。向こうでいいから説明していく。もったいないやん、食べんと。合格ない。理由言った後カットして食べていいの、ね、好きに食べていいから。お腹減ってから食べたいのよ、とにかく。でも樹脂なのよ。全部食べたいの。すごいお腹減ってるから。早く言って理由は。あのお姉じゃなくて。口に入れた瞬間は美味しいのよ。ただね、なんかね、飲み込む時に、なんか臭さが出るんだよね、なんかね。イチゴの変な臭みが出てる。新鮮なイチゴを食べてる感じがしない。芯のせいじゃなくて？あ、芯のせいがあるかもしれない。食べていいもん。第8位は何？ 8 位ミチプ。ミチプ、ふざけてきたね。ミチプ、みっちり詰まった濃厚プリン。略してミチプ。名前は不合格じゃない。みっちり詰まったって何？ギュッてが濃厚なんじゃない。飲み込みの悪い寝たきりには辛い商品。あ、美味しそう。すごい、プリンの概念を変えてきたと思わない？チーズケーキやろ。チーズケーキをね、もうね、お、これ想像がつかん。やばい。チーズケーキぐらい。あ、上のカラメルはカラメルだね。カラメル美味しそう。みっちり詰まってる。すんげえグッてしてる。あ、美味しいなこれ。例えて言うなら、例えなくていいから普通に言いなよ。
わかりやすく言ってよ。例えて言うなら、例えて言うなら、お相撲さん。ただの太った人と、じゃって、豪華。ちょっと待って、急がせないで。外したくないのよ。お相撲さんの僕は、パティシエたちと同じ舌を持つことを証明したいの。もう一回食べさせて。あ、でも後味はすごい。うん、美味しいよこれ。アトドックのジャッジは合格。パティシエ7人の評価は、うん、7人の評価は合格1、不合格6。そうや。第7位は何？生わらも。生わらも。ネーミングはもう不合格だよね。とろ生わらび餅。わらび餅181円。わらび餅は好きよ。明日に溜まってる腹っちの上に歯くしゃみ出た。くしゃみ出た。わらび餅の上にクリームだ、うん、ああ、わらび餅ホイップかな。ホイップかな。開けましょうか。生わらもってことは生クリーム。生わらび餅の餅。生じゃないわらび餅ってあるの、ね、え、わらび餅って生なの。でも生を強調してるよ。生、うん、何が生なの。トロ生。トロ生わらび餅。トロが入ってるの。どこが生なの。じゃあどこが生なの。その文字の順番よ、ね、トロ生わらび。トロが生よ。トロ生だ。トロ生わらびやから。生わらびじゃないの。トロが生わらびとか言うやん。トロが生。トロっとした生のわらびじゃないの。トロが入ってない。トロが入ってんの。トロとしたらまずいよ。大トロ。表面はピチッとしてる。ホイップかな。うん、木を狙った感じはないね。見た感じね、地味な感じ。181円。さっきのより安いね。ボリュームはこっちがありそうだけどね。もう41ですから、アトドック、うん、わらびとかそういう和物系は好きよ。わらびでしょ。一緒に口の中に混ぜ合わせたいもんね。うんうん、不合格です。もうさ、わらび餅はきな粉とは黒蜜で食べたいよね。3対4、不合格。やっぱそうやね、うん、第6位は何。マカロン、あまおう、いちご&ショコラ、213円。あ、かわいい。ほら、おいしそう。おいしそうよ、これ。ちょっと、これ1個さ、100? これ1個100円なの。うん。高いね、やっぱね。うまい棒10本分。うまい棒10本分なの。あのさ、でさ、僕の子供の頃に、もうマカロンってなかったのよ。もう41歳だから、マカロンって世の中になかったの。で、突如として大人になった後、急にね、マカロンっていうのが出てきて、ね、綺麗やん、マカロンって。ちっちゃくて可愛い。ちっちゃくて可愛くて。うん、だからさ、女の子のお土産にいいかなと思って、もうようマカロン買いよったんよ。誰一人として喜ばないよね、マカロンって。意外と意外とさ、喜ばない。そういう思い出がある、マカロンって。では食べてみよう、あまおう。うん、不合格です。自信あったのに。でまだチョコ食べてないから。でもね、チョコ食べるまでもないかもしれない。致命的なことに、このね、マカロンの側が美味しくない。チョコも味わわせていただきます。もっとでかい。一回して。うん、前歯に歯が阻まれてるのよ。第5位はチョコ。あ、美味しそう、これ。チョコクランチエクレア。え、ただのエクレアじゃないんだ。チョコ53円。
まあでもそのぐらいはするよ。ちょっと大きいもん。この大きさでさ、クランチってことはあれか、アーモンドみたいなのがついてサクサク食感があるんじゃない。これ美味しいやつやろ、もう合格。はい、次じゃあ食べたいって食べたい。これこれでも美味しいよ。食べ慣れてる味だと思う。まずい要素がない。これまずい要素がない。ほら、ちょっと見た目はナマコっぽい。あ、これ映ってかな。端っこギリギリまでちゃんとクリーム入ってる。素晴らしくない？ね、今までの高いのと比べたらさ、この値段でこの大きさで端っこまで入ったら嬉しいよね。安心するよね。思ってた通りの味。やっぱもうさ、あんまり木を狙ったやつよりもさ、肉じゃがとかが恋しくなる年頃なのよ。あ、もうさ、もう思ってた、もう想像してたのと、もう1ミリも狂いがない味。あ、好き、これ。第4位は、なんだ、パリムッシュブリュレパイシュー。パリムッシュブリュレパイシュー。はい、うわ、やったな、お前。何やったな。やったなって何が。やったな。何が違うの。パリムッシュブリュレ何。これもうぼちぼち期限ですよ、ちゅうやつやろ。安売りされてるやつ。50円引きって多分安売りされてるやつ買っちゃった。もうすぐこれで味落ちてたりするんかな。賞味期限これ剥がしてやればよかったやん。ねえねえ、安売り185円だけど50円引き50、今回は50円引きの値段として審査するの。180円。これをいくらで買ったかっていう話は、いくらで買ったかっていう話、135円で買ってるわけだから135円として食べてみるのね。さっきのあのエクレアはちょっとしっとりやったのよ、うん、表面が、うん、で今回はパリなんだね。これも美味しそうよ、見た目は。パッケージも可愛いね、なんかね。確かに可愛いらしい。うわ、すごい、本当だ。もう見るからにパリパリしてる。ブリュレがかかってるね。ブリュレって何？砂糖を焦がしたようなやつがブリュレっていうの、うん、これはもう美味しいんじゃない？カチカチパリパリなのかな。ただ50円引きやから、あのお惣菜が半額になるやつ一緒やろ。うん、でもパリパリじゃないよ、それはあるよね。え、そこはどうするの。あ、でも50円引かれた。50円引かれた、パチパチな感じ。評価してる。これも、うん、50円引かれた評価でいきます。でもそうするとさ、ジョブチューンと変わってこない。ジョブチューンで食べてる人は多分50円引かれないよ。ぬちゃぬちゃってパリムシ。これ昨日はパリパリ撮ったんかな。ケチるから、60円。この YouTube チャンネル赤字だから、ちょっとでも安くは取れたいよ。ダダ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 ダ、不合格です。うん、クリームも美味しくないし、皮は賞味期限ギリギリだからパリッとしないのよ。ぬちゃっとしてるね、うん、パティシエたちの意見はどう。全員不合格。そうやろ、うん、やっぱり。あ、じゃあパリッとしてないんや。写真は表面がパリッとしているのに、うん、開けたら砂糖の表面だけを焦がした感じで、うんうん、食べても味がしなくて残念だった。おーおー、味はしたよ。これで味はしたよ。よし、いよいよベスト3。第3位はドラモッチ。ドラモッチ、
これ美味しいよ、絶対。これはおじちゃん心をくすぐってますよ。あんこ&ホイップ。あ、ホイップ入ってんだ、これ。これ絶対美味しいやん。あれ、もちもちのどら焼き。うん、うん、表面がね。どらもっち。表面がもちもちなんだね。218円。あ、まあまあするね、どら焼きにしてはね。まあ、もう美味しそう、ほら。意外と小ぶり。あ、でも厚みがあるのかな。もう小ぶりだね、ちっちゃい、ちょっと。どう？硬い。もちもち感はないね。もちもち感はない。え、そんなやん食べるの？そんなやん食べるの？ねえ、もう、それが不合格よ。これ、いっちゃん怒られる食べ方。うん、真ん中一番おいしい。これ、いっちゃん。え？食べ方のせい？生地に長芋とお米ペーストを練り込むことでもちもち食感を作り出してる。今生地じゃないのよ、クリーム。和菓子で人気ナンバーワン商品。全員合格。いろんなものが凝縮されて、なおかつ研究され尽くしたパーフェクトな一品。第2位プレミアムロールケーキ。定番よな。定番、これ合格。この流れから言うと、どうせ1位はバスチーなんでしょ。合格よ。ではローソンの社員が選んだおすすめスイーツ栄えある1位はバスチー。盛り上がらん企画やな。一応バスク風チーズケーキ。みんな知っとるわ。ゴリゴリに勝ちに来たね、ローソンさんね。うめえよ、これ。まだあるんだって、新商品。口どけティラミス。あ、ティラミスにはうるさいよ。なんで？あ、そこね、もうね、佐賀県出身なんですけど、佐賀県に最初にティラミスが伝わってきたときに、もう食べとるから。佐賀県は周りよりも、ちょっと遅れて何でも帰ってくるんですよ。ね。例えばキングダム。キングダムの作者って佐賀県出身なの。で、キングダムのコミックスが発売されるのは、全国より2日遅れて発売されるんです。で、僕は中学生ぐらいかな。佐賀県にようやく伝来してきたときに、すぐ食べました。うん。で、こんなうまいものがあるのかと。ティラミスはね、それ以来ずっと好きね。8月25日発売の新商品。8月25日発売の新商品。他社のコンビニでは、他社のコンビニでは、スポンジを使うことが多い中、うん、本場のビスキュイを使用している。え、何？何？他社のコンビニでは、うん、スポンジを使うことが多い中、ローソンでは本場のビスキュイを使用しています。全部ビスキュイです。ふわっとしてる。溶けた？溶けた。あ、飲み込んだ後にコーヒーっぽい香りがポワッとくる。まあ、そういうもんすかね。美味しい。口に入れた瞬間の味も大事だけど、一番大事なのって
こう飲み込んだ後の後味、うん、最高。ちなみに、うん、他社のコンビニでは、うん、スポンジを使うことが多い中、ローソンでは、うん、本場のビスキュイを使用している。ビスキュイ、ああ、溶ける、うめえ。ビスキュイ、わかった、ビスキュイ入ってた。あのね、スポンジをぐちゃぐちゃにしたやつ。そんなこと、いや、本当にだから、スポンジのカス要するにそうよ。だからなんかさ、ね、だからチョコレート系のスポンジケーキを作るじゃん、うん、で、カスが出るでしょ、おそらくね、おそらくあれと間違いなく出るじゃん、まあ、カスって少しね、それを集めたのだから一番美味しいとこ、要するにだからカステラの端っことかさ、一番美味しいでしょ、カステラの端っこ、あと佐賀錦の端っこね、みんな知らんと思うけど、佐賀県のあのメーカーですよ、佐賀県のメーカー、佐賀錦の端っこ一番美味しいから、その味がする。佐賀錦の端っこが入ってるがビスキュイ、ふるさとの味、文句なく合格です。チャンネル登録はこっちだ、こっちだよ、こっちだ、こっちだ。